こちら林田町の宝園さん、もうお店オープンしてどれくらいになりましたか？今6年目を迎えてですね、今年の7月でちょっと 7年目に入りますね。もうそんなになるんですね。そうですね。もう地元の方にもすごく知られるようになったんじゃないかなという印象なんですが。そうですね、地元のお客さんがやっぱりメインで一番多く来ていただいているんですけど、まあ、遠いところからでも来ていただくお客さんもいらっしゃいますので、はい。まあ、7年経って結構そうですね、いろんなお客さんと仲良くもなれて、ね、顔なじみになれて、まあ、その辺僕もその何ていうか楽しくお客さんと会話しながら、はい、仕事させてもらってます。はい、そんな中でこちらのお店では以前お邪魔させていただいた時に馬刺しが売りだというふうにお聞きしたんですけれども、それは今も変わらずあるんでしょうか？そうですね、馬刺しも変わらずありますし、その5年前にはなかった、馬肉の馬のタン焼きだったりとか、たまにこう仕入れができるようになったので、そういうのもお店で今提供させてもらってます。こちらの方本当にこだわって仕入れられているんですよね。そうですね、馬刺しに関しては本当に香川県ではその福島の会津の馬刺しはうちだけですので、まあ、普段その食べれない食材というのもありますので、そこはこだわり持ってお客さんに提供させてもらってます。またいろんなメニューも増えてきてますね。そうですね、馬刺し以外にもですね、季節の食材を使った創作料理だったりとか、あとは居酒屋の定番メニューだったりとか、幅広い料理はご用意させていただいてます。やっぱり本園さんというとその創作料理を楽しみに来られる方も多いんじゃないでしょうか？そうですね、季節ごとにやっぱりメニューが変わったりもしますので、そのメニューをこう楽しみに来ていただくお客さんは多いですね。ぜひこの時期これ食べてほしいっていうものありますか？そうですね、今お店でもおすすめのメニューで出しているのが菜の花とアサリの酒蒸し、菜の花の今旬のメニューですので、これからまあタケノコだったりとかそういった旬の食材を仕入れて、メニューに加えていこうかなと思っております。またこちらお酒を飲まれる方はもちろんなんですけれども、しっかりお食事をしたいという方にもメニューいろいろありますよね。そうですね、アルコールもちろん飲まないお客さんも多いですし、あとはお子様、小さなお子様が食べれるものもあるんで、家族連れでも多くのお客さん来ていただいてます。そしてその中で実はリスナーさんから宝園さんのラーメンとチャーハンはむちゃくちゃ美味しいとお聞きしました。そうですね、結構締めでラーメンチャーハン注文していただくお客さんが多いんですけど、その中でも直接僕もそういった声をすごいいただくので嬉しく思っております。実はこのラーメンなんですけれども、お店を飛び出して販売もされてるんですよね？そうですね、今毎週月曜日限定にはなるんですけど、坂出のレッツさんの事務所を借りてですね、毎週月曜日11時から、1時までのその2時間の間なんですけど、ラーメン販売しに行かせてもらってます。でもこちらのお店でゆっくり食べるもいいですし、お昼食べたいという方は月曜日にレッツさんの方に足を運んでいただきたいですね。そうですね、なかなか夜来れない方もいらっしゃると思うので、そういう時は月曜日足を運んでいただけたら嬉しく思います。では最後にこちらのお店の営業時間と定休日教えてください。はい、営業時間がですね、夕方17時から、24時までで、定休日が月曜日になります。こちら例えば歓迎会とかっていうふうに大人数でのご予約みたいなのもできるんでしょうか？そうですね、歓送迎会だったりとか、団体さんもですね、最大30名までは、店内入りますので、で20名以上でしたら貸し切りも可能になっております。じゃあぜひこちらのお店で美味しいお食事、そしてお酒と楽しんでいただきたいですね。そうですね、はい、これからも頑張っていってください。はい、ありがとうございます。